すごい、皆さん届きましたかね。さすがにもう届いたか。ハートありがとうございます。すごい地引きだって。何個買ったんだろう。練習するの。そう、練習する。なんだろう、日にち1日でも空いたらやっぱり不安だから練習しないとね。遊びに来たよ、ありがとうございます。うん、また缶バッジゲットできました。すごい、みんな地引き運が強いね。なんか明るくない？明るすぎた。よいしょ。あ、みきちゃんゲットしたの？いいじゃん。あ、まだ開けてないって。ぜひぜひ開けてください。青木さんが3つありました。青木さん3つあった、惜しいな。ハートありがとうございます。4月は私はみずきちゃん出る予定。予定ね。やばい、眠たくなってきちゃった。早いな、今日眠くなる。でも今日ね寝たんですよね。今日、昨日何時間寝たかな。結構寝た気がする。眠いです。でも明日のあれしていろいろしなきゃいけない。始まって4分、やばい、本当に眠いわ。今日そんな動いてないんですけど、動いたっちゃ動いたけど、歩いたけど、そんなめっちゃ歩いて、うんって感じ。ヒートテック、ヒートテック、ヒートテック着てると暑いよね。暖房がつけてるからね、暑いのかな。ファイトありがとうございます。ハートありがとうございます。充電は充電しながらやってます。ハートありがとうございます。質問コーナーを楽しみにしてください。明日は公園ですね。何しようかな、何しようかなじゃない、何言ってんの。公園する、違う、メイクの話です。何のメイクしようかなって今考えてた。最近はピンクメイクずっとしてた。ブラウン、ピンクブラウンにしようかな。新しくねホットビューラーを買ったんですよ、この前。それをちょっと使うの楽しみです。明日使います。こうまつげのこう上げるやつなんだけど、なんか髪の毛みたいにこう熱を加えてこうグイってまつげをきれいに上げるっていうのがあるんですけど、それをねそうずっと欲しくて。そうそう、ミクル持ってる。そう、ミクルによく使ってる。私お前使ってたんだけど、私もお姉ちゃんのだったから、そう自分の買おうと思って買いました。ヒルコーンとヒルコーンはねメイク変えてないね。あんまり時間なくて変えてない。
そう、熱だけどそんな熱くないから全然まぶたに当たっても問題はないです。愛知県もちょっとね、あの緊急事態宣言がね出されてしまったので、あのより一層ね私たちも注意して公演しようと思います。ご安心ください。ありがとうございます。ちょっと痛むかもしれない熱は出てるからわかんないけど、最近はね、まつげ美容液も買ったんですよ。ずっと欲しくてずっと買ってなかったんだけど、まつげ美容液も買ったから、それをあの寝る前につけて寝てる。まつげは伸びたかわからないけど、毎日のようにさ上げてるから傷んじゃうんだよね。だからちゃんとケアしなきゃと思って、最近はまつげのケアしてます。あー、コテは結構やけどする。私も昔はやけどしてた。前髪とか普通おでこに当たるから、おでこにジュッてやって、あのちょっとやけどの跡ついてたりとかしてたけど、もう最近は慣れてもないですね。やけどもしなくなりました。きちゃん、ズーム配信1時間半かかってきて、みんなと一緒の時はどんな感じですか？でも大体最後かも、完食するのは。うん、でももう全然慣れちゃいました。私も結構何、ご飯ゆっくり時間かけて食べる子が前から身近にいたから、そんなに珍しいとは全然思わない。むしろ私もあよく噛まなきゃなと思って、あの影響されてます。小槌ハートありがとうございます。仕事お疲れ様です。こんばんは、ハートありがとうございます。やばい、寝たいな、眠いな。ガチで眠いやつ。西井さんも食べるのゆっくりだね。でもみきちゃんの方がゆっくりかな。私も今度ご飯食べながら配信したいな。土日とかにやろうかなって思ってる。なんか頼んでみんなと一緒にご飯食べよう。どうですか、土日のどっちか空いてたら。予定まだ分かんないけど。でも、どうしようかな。あれです。今の配信の話ね。どうしようかな。15分はちょっと短いか。もうちょっと、まだやるね。今日はでも早く寝ようって決めてるから、もうこれ終わったらお風呂入りたい。あ、違う、踊ってからの方がいいね。踊ってからお風呂入る。ありがとうございます。12時
超えなかったらめちゃめちゃ早い、私の中では寝るの。センサーありがとうございます。ハートもありがとうございます。ありがとうございます。明日は朝配信ですね。そうだ、朝配信だ。早起きじゃん。早起きだ。明日の公演当たりました。うん、明日当たってる方やっぱ多い気がする。ぜひ水色黄色サイリウムお願いします。今日は9時半に寝ます。早っ。あ、すごいね、私9時半なんか寝たの小学生とかで。そこにある日はね、朝配信じゃないと怖いので、うん、朝配信にしてます。一緒に楽しみましょうね、皆さん。DMM で見るね。お願いします。DMM でも見てください。今来ました。こんばんは。MV いい感じで走ってたね。ね、走ってるところも映ってたね。そう、すごいよね。なんかスローモーションでなんか映ってる感じ。ちょっと映ってた。下は18時間ですね。関東みんなから DMM で我慢。お願いします。アイスかわいい、ありがとうございます。走るの得意、全然全然得意じゃない。そんなめっちゃ走ったわけじゃないからね。なんて 50m とか言われたらちょっと困るけど、283日ありがとうございます。あ、ブログ上がったらしい。ありがとうございます。足速そうに見えました。いや、もう今の技術すごいですね。あ、バラありがとうございます。変な走り方じゃなかった、治ったかな。拍手ありがとうございます。もうここし、ここら辺しか映ってないもんね。ありがたいんだけどね、本当に。でもスローモーションならバレないかもしれない。でも最近走ってないから。今日の夜ご飯は韓国フライドチキン。韓国チキンって本当に美味しいですよね。私韓国料理本当に好きで、毎日食べたいんですよ。特にキンパが好きで、私はこの前ね、キンパ買おうと思ったんだけど売り切れだったんだよね。キンパが本当に好き。あとはヤンニョムチキンも好きだし、韓国料理大好きなの。だからもう韓国料理屋さん行ったらめっちゃテンション上がる。行きたい、ちょっと今度連れてってもらおう。決まり、連れてってもらおう。
韓国料理食べたい、キンパ食べたい。ミキちゃん私マラソン出てくれた、私マラソン出たな、大変なことになっちゃう。本当に私世界で持久走が一番嫌いくらいだったんですよ。もう本当に苦しいみたいな、もう息できない。なんかワンチャン転がるシーンの方が大変かもしれないってぐらい。うん、なんかね、高校までじゃん持久走って。だからもう高校生で終わるって思ったんですよ。もう持久走やんなくていい、よっしゃって思ったんだけど、全然持久走みたいなもんでした。コボガルシみたいなのが本当に。あと青ガの3曲、最初の3曲も結構あのもう飛んでる、常に飛んでるみたいな感じだから、結構あれも体力使うね。まあ、けどまあ持久走と楽しさはもう全然違うけどね、楽しさは違うから。持久走って無じゃん、無でずっと走ってて、なんか周りにいっぱい人おるし、もう顔なんか死んでるんですよ本当に。私顔死んでるよって唯一言われました、友達に。持久走の時に、そう、あ、そうだね、からの十二冠も乗り越えたからさ。地球層が本当に好きじゃない本当に苦手です。うん、景色同じらしずっと回ってるから。マラソンと持久走はちょっと違うか。でも私の持久走はなんか昔は中学とかは体力を貯めて、こう何、最初は例えば10人で走ってたら今9、18とかにいるんですよずっと。で最後の方で上げるみたいなやり方をしたんですけど、それはね私はあんまりやってないっていうか、私の学校がタイム何秒以内じゃないと合格にしてくれないので、あのタイムなんですよ、とりあえずタイムが早くなきゃダメっていう感じだったから、逆にしたんですね。もう最初にもう3番目ぐらいに行っちゃうの、2、3番目ぐらい走ってるの最初は。まあ、どんどん落ちてくんだけど、でもそっちにしたらあのタイムがあの間に合って、それで合格できたんですよ。うん、だからそっちの方がいいんだなってことに高校で気づいた。最初にもう突っ走っちゃう、最後なんか正直体力出ないから、ね、最後にダッシュとかできないから、横っ腹痛いよね、わかる。うん、体育はもう好きじゃない好きじゃなかった、憂鬱だった。私ドッジボールも好きじゃないから、体育はね中も外も好きじゃないね
そう、ブログ見たけど、何してる、何でしょう、 TV 知ってることでびっくりした。最近ずっと着てる。この前の手形会、オンラインサイン会と手形、B48 の、あ、元になるのか、村瀬紗英さんがプロデュースされてるブランドです。スポーツで好きなの？ボーリング強いて言う。ボーリングは好き。一回しかやったことないけど、うん。今スキー入って体力上がったかな。でも休むとすぐ落ちちゃう気がする。だから長期休みとかないけど、もしあったらやばい気がする。うん。すぐ体力落ちそう。スコアね、覚えてないんだよね。100なんちゃらっていうのしか覚えてない。だけど、なんか紙もらったんだけどね、忘れちゃったな。初めてですか？すごくない？なんか仲いい子4人で行ったんですけど、大体仲いい子4人っていつも出てくる同じメンバーなんですけどね。地元の一人めちゃめちゃ運動神経1個いて、その子よりも上だったんですよ、スコア。自分でもびっくりしちゃった。からちょっと才能あるのかなって思ったりしてるけど、ガーターあります。すごくない？でも私はあれなんですよ、ずっと多分なんでだろうと思ったんですね。一回もやったことないのにね、なんだろうと思ったら、私はウィーパーティー、ウィーでめちゃめちゃボーリングやってたんですよ。分かる方いるかな？ウィーのボーリングがあるんですよ。ウィーパーティーだっけな。それでひたすらボーリング私ずっとやってて、それかなって思った。それで勝手にこう感覚が研ぎ澄まされてたのかなって思ってた。そう、それはね、本当にそれで言ったらボウリング何回もやってるから、こうなんかこうちょっと右とかさ、あれじゃちょっと左とかで、この勢いとかやってたけど、からそれなのかなって思ってた。誰もありがとうございます。なんか、チリも積もれば山となるって感じ。でもそれ以降ボーリングしてないから、ボーリング行きたいんだよね。
あんまりそういうとこ行く派の人じゃないんだけど、ボウリング一回やったらちょっとハマった。こんばんは。ボウリングってスポーツですよね。だから好きなスポーツもあってて、いつもなんかそうですねみたいな感じだったけど、やっと言えるものができた。まぐれだったかもしれないけど、ボウリングやりたいな。ボウリング大学時代毎日してた。いい、でも楽しそう。私も毎日やってけど、家にさすがにボウリングできるスペースはないか。拍手ありがとうございます。ボーリング場には必ず UFO キャッチャーあります。それな。でもまあ友達と言っても UFO キャッチャーあまりやんないかな。プリクラ撮って、たまにマリオカートやったり、こういうゲームなんかシュシュシュってるやつやったりしてたかな。マリオカートはねめちゃめちゃ楽しいよね。そっか、 e スポーツとかあるのね。 e スポーツなの私うまいかもしれない。ペットボトル、マリオカートとか対決したいな。そんな強くはない。